社長。どうかしましたか？ちょっとお時間よろしいですか？この水着どう思います？あ、変な意味じゃなくて。実は父がやっているファミレスが海の家に臨時出店することになって、はい、この水着海外の有名デザイナーにデザインしてもらったんです。ただ私も服の良し悪しを見極める自信がなくて、父にぜひ社長に意見を聞いてきてくれと言われたんです。社長はいつもたくさんの女の子に囲まれてるから、そういうのに詳しいだろうって。ありがとうございます。それでどうですか？どうですか社長、正直な感想を聞かせてください。え、そんなところを見てもらいたいわけじゃ。まったく、男の人はこれだから。社長、真面目に答えてください。